報道っていうのは、マスコミなんかね、政治とか世界の動きを視聴者に届ける。これが本当は大前提なんですよ。世界の動き、政治の動きを視聴者に届けるが大前提なんですけども、どっかでよその局の動きを見ながら、うちの局はここまでやりましたっていうのを身内に届けるになっちゃってる部分もあるんですよね。そうするとどん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 報道がですね、 なんじゃこれになってくると、つまり夜中にライトも当てましょうか、ヘリでなんか、救助活動してる真上にギリギリまで降りて撮りましょうかってことになってきちゃうわけですね。あのー、マスメディアとかテレビの人らって言うんですけども、よーく考えてみたら個別に動いてるのは人間であって、で、かなりね、あの業界って、その、最初からバラエティやりたいって言ってるチャラチャラしたやつじゃなくて、報道やりたいっていうのは、 マスコミ志望の学生の中でももう本当にね、上質な奴ばっかりが行くんですよ <laughs>。上質な奴らがなんかね、内部に閉じ込められて競争させると、無気になってきて、どんどん変な動きになってきてしまうんだなっていうのが、俺なんかこう、それ聞いた時に思いましたね。よく言われるのがですね、あの、民放学者、特にその、九州の放送局以外は九州に行くなっていう話があります。 これどういうことかっていうと、もう現地には福岡テレビなりんなり、もう鹿児島テレビなり何でもあるんだから、現地の報道は全て現地の局に任せて、で、あとはその特派員からの映像を待つみたいなもんで、東京とかです、大阪とかのキー局は全てそっから映像をもらえばいいじゃないかっていう話ですね。 これはあの、今、東京のキー局も大阪のキー局も、みんな九州にこう車出してるわけですね。で、結果、全員が車出してるから、同じような映像を撮ろうとして、カメラの行列も起こるし、交通渋滞まで起こってしまうと。で、なので、そのボランティアの人もですね、現地の災害の救助の人たちも、その交通渋滞で困ってしまってると。でも、それぞれはさっき言ったみたいに、報道の中の大会系の競争がある善意の人間なんですね。善意の人間が、そういう渋滞を起こしてるという状況がある。 じゃあ、これはもう仕組みで開発、解決してですね。もうあの、全員行くこと禁止っていうことにしてですね。全部九州の報道局に対して、もうお金とかの支援はバンバンやると。で、それでまあヘリとかチャーターするのになり何なりして、現地の方で報道はやってもらった上で、その映像を中央は買い取るなり借りるなりして使うというやり方があります。これやるとですね、よく言われるのはそれやるとみんな絵が同じになると。 で、絵が同じになると結局、視聴率競争に負けてしまうというかですね、視聴率競争に負けてしまうと何かっていうと、報道が弱いということにされてしまう。今ですね、なんだかんだ言ってもですね、夜10時にニュースやってますね。20時とか11時やってますよね。これって1980年代後半、具体的に言えば、報道ステーションがニュースステーションであった時代あたりから、ようやっと気づいた報道の勝利でもあるんですね。 日本ではですね、実はゴールデンタイムには9時の NHK ニュースっていうのがあったはあったんですけど、それ以外の民放各社というのは昭和の時代はほぼ 夜の11時までずーっとバラエティやってたんですよ。だからもうあの時代のテレビはですね、多分日本の歴史上最も頭が悪いわけですね。夕方の5時からですね、アニメが始まりですね、そっから先ですね、バカ番組ばっかりがガーッと続いてきて、夜の11時ぐらいからお色気番組がガーッと続いてきて、深夜になったらちょ、というかね、時々ですね、あの8時55分とかですね、あとあの9時半とかですね、もう,もうほんの少しのところでですね、ニュース番組がちょっとちょっと入ってた時代があって、 その時代の報道っていうのはもう本当にひどくてですね。新聞読む人がまだ多い時代だからよかったんですけども、よくあの、旦那が奥さんに新聞を読み聞きせるっていうのがですね、昭和のですね、風景ではあるんですね。それはお母さんはテレビばっかり見てるから、世間のことがわかんないので、お父さんが朝新聞読みながら、もしくは夜新聞、夕刊読みながら、お母さんに、えー、ああ、なんとかだなっていうふうに、お父さんが解説して、それを家族がみんながで聞くっていう儀式が昭和にあったと。 確かにありました。うちの父親も母親もそれやってました。それが成立したのは何かというと、テレビが、 まあ、報道をしなかったからなんですよ。その暗黒報道時代っていうのを抜けて、なんかバブルの後半ぐらいからですね、まあ具体的に言うと社会党が力をつけてですね、自民党が悪役っていうのが板についてきた頃にニュースステーションというのが始まって、そこからそのゴールデンタイムにですね、報道があって、六時のニュースっていうのも徐々に徐々に徐々に枠を広げてきた。だから今、実はかなり日本のテレビはですね、報道をしてるんですよね。そのですね、報道してるっていうパワーが、 その、現地からさっき言った、えー、地方局からの映像を買い取ってやったりすると、 個性がなくなる。同じような絵面になってしまって、パワーがなくなると。こういうふうな人もいます。でもね、あの、僕ちょっと違うとは思うんですよね。っていうのは、あの、アポロ11号が月着陸した時とかですね、もしくはあの、メキシコオリンピックの時とかですね、いわゆる1960年代後半から70年代の前半って、同じ映像素材で民放各社が違う番組を作らなきゃいけない時って、結構しょっちゅうあったんですよ。ロサンゼルスオリンピックぐらいからかな。なんか各社が、民放各社が違う絵が使えるようになってきたのは。 で、それまでもですね、あの、アポロ付着陸なんてですね、あの、アポロ付着陸船についてるですね、モノクロもですね、もうほとんどカシャカシャ動くようなビデオカメラがですね、2台あったぐらいんですよ。それでも民法学者は同じ絵を流してですね、ちゃんと違う番組やってたんですね。なので、あの、映像素材が同じしかないから、実は、あの、自分とこの番組の個性を出せないというのは違うと思うんで、僕はあの、実は、 その民放学者は、えー、自分たちの報道でカメラとかを出すのを自粛して、えー、地方局の映像を変えよう、借りろうよというのは賛成なんですね。